ちは。あ、間違えた。次17時なんや。あ、こんにちは。イエーイ。こんにちは、こんにちは、こんにちは。いや、今日ね、雨だったんですね。私雨のこと忘れててさ、今日さ、午前中晴れとったやん。だからさ、晴れやと思ったんよ。それで洗濯機を回したわけ。別にさ、そんなに洗濯もなかった、ちょっとしかなかったんけどさ、まあ今日仕事ないし、回せる時に回しとこうみたいな。なんかまだたまってさ、パンパンで回すの嫌やな思って、回せる時回すとこうと思って、ちょっとないけど回そうと思った。でさ、なんかちょっとめっちゃちょっとしかなかったん、洗濯も。でさ、うわもったいないなと思って、じゃあシーツもついでに一緒に回そうと思って回してん。でさ、まあショールーム終わってさ、私その洗濯機あのピピってやって、で買い物に行ったわけ。うちはいろいろと必需品なり、あの材料なりを買いに買い物に行ったわけよ。したらさ、途中で雨降ってきて、え、雨降ってきてるやんってなって、パッて見たら、今日雨やわ、最悪、シーツ干しても、あ、回してもうたと思って、もう最悪なんやけど。うん、ショックやろ。そう、だからもう今なんとか乾くように、なんかよくわからん干し方、もう本当にこれで乾くんだろうかって思ってるぐらいの変な干し方はしとるけどな。カーテンみたいになったら、シーツが干しました。でもエアコンかかっとるから、すぐ乾きそう。乾燥してるで、エアコンかかってるんで。洗濯物は除湿機とあの扇風機に任せてるんですけど、シーツはエアコンと乾燥に任せようかなと思って。意外にね、乾くのすぐなんですよ。やっぱクーラーって乾燥するけんかな。結構たまにこの保湿としてさ、バスタオルのかけてたりするんけどさ、バスタオルとかも結構すぐ乾くよね。だからちょうど潤いになっていただいてもろてってあとの者たちは除湿機と扇風機に任せて。いやーマジで最悪、ショックすぎ。あー、ポカポカ太陽のいい匂いで寝たかったのに。まあでも柔軟剤はいっぱい入れとるからいい匂いやねんけど、ちょっと気分が違うじゃない。気分が、部屋で干したのか、お外で暑い中干したのかだと、このパリッと感が違うじゃない。パリッと感、そう。だからさ、もう最悪マジで。部屋干し嫌いやねんな、ゆりな。めっさ部屋干し嫌いやねん。部屋干しするときはいつもより柔軟剤とかめっちゃ多く入れる。でもう全力で除湿機と扇風機でもうめっちゃ乾かすめっちゃ乾かす。そう、なんかその部屋干し臭、生乾き臭とかマジで無理やから。うん、そう、もう絶対ならへんようにビューイーンってかけてる。
嫌やんね、部屋干しとか。基本部屋干しせんし。部屋干し好きな人そんなにいないやろね。ね、うん、いやでも前コメントでさ見た時さ、外に干したことないって書いてる人とか何人かおったよ。なんか僕は部屋干しですって、基本外干しせえへんのやと思って。でちょっとびっくりした。まあでも確かに雨降ったりとか取り込まんでいいからね、部屋干しだと。それはあるよね。うん、まああとやっぱりさ、女の子一人暮らしとかやとね、まあちょっとっていうのもあるよねきっと。私も昔はちょっとなって思ってたんですけど、でもまあ夏とかね、お外でお干した方がやっぱりこうなんか電気代浮くし電気代浮くしね、なんかいい感じにこのさっぱり感出るからさ。そうそうそう、いいんですよね。まあ人によるっちゃよるかもね、そういうのは結構。そう、部屋干しの時もうめちゃくちゃかけてるからさ、ガンガンに電気代マジでやばそう。いい匂いがいいよね。まあでもそのさ、洗濯物、花粉の時期に洗濯物干してるとさ、マジでくしゃみとか止まらんくなる目かゆくなったりとかする。だって持ってくるときさ、パンパンってやるけどさ、まあでもそんなんでな、そんなんでそんな服の繊維に入った花粉など取れんだろうという感じだけど。うん、めっちゃ目かゆくなってめっちゃくしゃみ出たりするを乾燥機にしているのね。だってどういうこと？え、みんな逆に部屋を乾燥機にしてないの？あ、そういうのはあれでしょ、だから部屋がいっぱいいっぱいいっぱいあってさ、もうなんかその1個の部屋でやってるみたいなことでしょ。てか部屋を乾燥機ってどういうこと？え、みんな除湿機とかかけないんですか？それは絶対服が臭くなるわ。それはちょっとね、かなわんです。あー、浴室乾燥とかある家か。あーね、うち浴室乾燥ある家住んだことないから分かんないな。あれってどうなんですかね、浴室乾燥って。うん、ちょっとそういう浴室乾燥がついてる家に住んだことないから、浴室乾
紛争は、ちょっとわからない。そう、あ、でも便利そうだよね。だってさ、わざわざそうしなくてもさ、なんかボタンを押せばその乾燥みたいななるんでしょ。すごい機能だね。そんな高機能のある家に住んだことないからちょっとわかんないですね。ちょっとわかんないですね。残念。でもメンバーも結構その浴室乾燥使ってるメンバー多いよ。でもそんなすぐすぐ乾くもんなんかな。なんかお風呂にさ入る、まあ昼ぐらいに回したとしてこうかけるじゃん。でさ、夜お風呂に入るとするやん。じゃちょっと早く入ろうとか思ってもさ、乾いてへんかとお風呂入られへんくないね。そんなすぐ乾かないんだ。そうなの。じゃあやっぱお風呂もさ、ある程度さ考えて遅めに入らんか、洗濯機早めに回さんとさ、浴室が使えないんだよね。それはそれでちょっと悲しい。コインランドリーの乾燥機がハイパワーで便利よね。あー、でもなんかしょっしょになんない、コインランドリーの乾燥機って。なんか私昔そのね、夏休み1ヶ月近くそのホテル生活してたんで、あの洗濯もめっちゃやってたし、干すとこなんてないからその乾燥機使ってて分かるんですけど、結構しょっしょになるよね。なんか力が強いせいか、そう、ねえ、服めっちゃ痛めそう。乾燥機縮むときある。確かにもう強すぎてね、逆に縮んじゃうよね。もはや逆に伸びることとかあるんかな。でもありそう。なんかグルングルンやられすぎてビヨンビヨンになったりとかしそう。あ、めっちゃわかる。 T シャツのここでしょ、めっちゃ緩くなるよね。めっちゃわかる。うちもさ T シャツ、まあ、そのさ、それこそそのね、高校生の時とかホテル泊だったから洗濯機回して乾燥機かけないといけなかったんだけど、マジでこの辺ベロッベロになったもん、全部ベロッベロになった。本当にってなった襟が。やっぱなるよね、そうやって。やっぱりなんかさ、服がさクタクタになるよね。なんかコインランドリーとかやると、いや、めっちゃ威力はいいのよ、いいんだけどさ、マジでね、服がねちょっとねクタクタになるんですよね。なんか威力強いんかな、グルングルングルンって回すからか知らないですけど、なんかそうビロンビロンになる。引っ張られてんだろうね、きっと。
そうだよね、かけたくないよね、わかるわかる。ギフト受け取りますので一気投げますね、だってありがとう。髪ゆりなも黒色多いね、だって青い多い黒が一番着やすい、黒と白ばっかり着てる、一番着やすいですうん、黒 T 白 T 着がち、もう春夏秋冬お構いなしで。そう、この時間の部屋のエアコン何度ぐらいに設定してるか、 27.5 黒はなるちゃんだけだかと思ってた。いや全身真っ黒よ、みんな大体メンバーのレッスン着見ると大体みんなモノクロです。はい、もう大体みんなモノクロ、たまにカラフルだとおおってなる。なんかそれこそね、うち前も話したことあるけど、なんかのイベントの時に、まあ、8人イベントだったので、西と東が44いた時にオネストマンで、西と東、あ違う、オネストマンの時はそうかな、西と東に分かれたやつがあって、何もオネそのイベントじゃなかったかな、なんかのイベントで何も言っとらんのに、西のメンバー全身真っ黒だったの、みんな。そう、西メンツみんな真っ黒で、で東のメンツがモノクロだった、なんか下黒で上白みたいな、で西がもう上下真っ黒みたいな。なんかね、その写真ね、なんかに載せたことあるんだよ、多分誰かが、うちも載せたかな、でも誰かも載せてたの、そのなんかたまたま全身真っ黒になったみたいな。あ、見たことある、そうそう、ストーリーかなにね載せたことあるんですよ。そう、うん、だからね、モノクロねめっちゃね多いんですよ。ね、うちもなんか載せた気がするわ、ちょっと覚えてないですけど載せた気はする。いや結構真っ黒あれあれです。スタッフさん基本真っ黒だから、確かに一緒ですね、かもかも。スタッフさんになれるかもしれない。あ映像倉庫とかのやつ見てもモノクロあでしょ、そうなんですよ、マジでみんなモノクロ。やっぱね一番ねいいんですよ、一番ね着やすくていいんですよ。黒が一番どこにも溶け込めますからね最高な色だと思っております。あともう黒はさ似合う似合わないとかないから、めっちゃいい。そう、あそうだ、中間順位出ましたね、上位15名
うん、見ましたかみんなランキング。私は見ましたよ。でも15人しか出ないの。そう、なんかさ、しかも今回さ、そのさ何ポイントとかもさ、ぶっちゃけ分からんじゃん、その下の人たちって。なんか60人ぐらいいるんですけど、その50ぐらいの人とかってさ、なんかどれ今どれぐらいなのかが分からないじゃないですか、その上位の人しか。それがね、泣きじゃない。まあ泣きだし、まあ出たところである意味公開処刑になるのかもしれないけど、そのね、1位2位その8位までの人と、そのもう本当に58位とか、確か58人か6人ぐらいやから、今回その50何位の人たちのさ差額見てさ、まあ笑う人もいるだろうと思うんですけど、でもさ、応援してるファンの人たちはさ、自分の子がさ今何位ぐらいで何ポイントぐらいなのかぐらい知りたいもんね。うん、だって今までさ、あのいろんなイベントでやってきたけどさ、ずっと出てたよね今まで。何位の何ポイントで、なんか次何位まで何ポイントさみたいなのさ出てたよね。そうそう、リアルタイムでなんかさ、ファンの人もさ、おーみたいな感じでさ、なんかなってたのにね。まあどっちがいいのかは知らないですけど、ちょっとべーやんやね。それを最終さ決定で出してもらったらええやん。そのさ、1日に1回なんやったら全員出してほしいよね。まあでも全員出すのめんどくさいんかな。60人ぐらいおるから。眉毛綺麗、ありがとう。ちょっと今描いてないから薄いねんけど、ちょっとこの辺が薄いやろ。描いてないねん。ちょっとイベント期間長くないだって。そうだね。今日は夜ご飯みゆちゃん担当だって。うん、そうね、私ね、でも最近私しかご飯作ってない夜ご飯。妹忙しすぎて、もうここ1ヶ月以上妹ご飯作ってないですね。なんか私がご飯いらない時はなんか妹は適当になんかよくトマトとキュウリ食べてますけど、私がトマトとキュウリ嫌いなんで。あれなんですけど、そう
そう、もう私がずっと作ってる。まあ学生だからね、毎日学校じゃん基本。それ忙しいわなって感じ。大変だよね、大変そう。私学生じゃないから一言、大変そう。よし、あと3分なんでランキング読みたいと思います。ちょうどいい感じ。13位、しおりんさん。12位、マックスエイトさん。11位、ヤンさん。10位、サングラスのおやじさん。9位、岡山さん。8位、ナッティさん。7位、ヒカル 400X さん。6位、よっちさん、噛んだ、よっちさん。5位、もとちゃん。4位、ワイマツさん。3位タカさん。2位ユミが、あ、間違えました、ごめんなさい。2位すいません。2位メトロポリスさん。そして今日の第1位はユミゴンさんです。イエーイ。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございます。というわけでですね、次が17時かな。うん、17時から17時半です。なんでまた1時間半後かな、1時間半後に皆さんお会いしましょう。あ、17時のメンバーめっちゃ多いんだって。あ、マジ？あー大変だー、みんなーみんなみんなは悩むだろうな。僕は一体誰に投げたらいいんだって。お茶集めしやすいからいいよだって。あ、そっち？そっちね。ありがとうございます。まあ次1時間半後なんで、ちょっと何しよっかね。1時間、17時半、次が19時かな。19時だ。わあ、どこで晩ご飯作ろうか迷うな。ちょっと今のタイミングで晩ご飯作るにはちょっと早いんよな。でも次のタイミングでもええぐらいかな。迷うな。まあそんなわけで後々3週できない。あ、そう、2週しかできない。頑張っても。なんでまあ次は何しようかなって考えとくわ。じゃ皆さんまた次の配信で、バイバーイ。